はい。まあ、野球のことですよね。まあ、野球っていうのは、いわゆる試合、戦いですから、どのぐらい失敗した時に、あの、それを取り戻すかっていう訓練と、どんな失敗が起きるかってことの想定をしてね、それを、まあ、埋めるためにそうならないように、まあ、日々トレーニングをすることだと思うんですけども、いや、こういう、こういう言葉があるんですよ。勝敗っていうのは、結局は相対的なもので、彼が犯した以上の失敗を我々が犯せば、 彼がが勝って我々が敗れるという道理になるとといいううになことなんですよねこれは銀河油伝説のヤン・ウェンディの言葉なんですけども確かにいろんな戦いにおいてねパーフェクトにミスをしないってことは逆になくってじゃあ自分がした以上のミスを相手がすれば我々の勝利だし相手のしたミスにつけ込んで自分たちが勝利できないとしたら何かっていうとそれ以上のミスを犯すってことですよね。 だから相手のミスに気づかないとか自分のミスに気づかないとかこういったのもまあさらなる勝敗を決める要因になるのかなと思いますんで我々は成功法則を知るよりも、まあ、失敗をしないようにどうするかってことの方が大事かなと思うんですよもちろんね失敗をしないと萎縮ってものが起きますけども挑戦しながら失敗をしないっていうね、まあ、この逃げるんで両輪を整えっていくことが大事なのかなと思いますよねまあきっと野村さんもそういうことを言おうとしてたんじゃないかなと思いますけどもね